どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は皆さんにちょっとお知らせしたいことがございます。2021年4月から、今度面白い企画スタートさせようと思っております。幻冬舎という出版社さん、皆さんご存知でしょうかね。なかなか面白い本出してくださってる出版社さんがいるんですけど、私ね、もうガズめちゃくちゃ本読んで、幻冬舎さんから出してる本いっぱいうちにもあるんですけど、そのなんと幻冬舎さんがですね、なんとガズレって面白いじゃないかという感じで、これなんか一緒にやろうということでコラボ企画スタートさせます。はい。幻冬舎さんの中にですね、幻冬舎大学という、こう学びの場所というか、そういうね、まあ、ありまして、その中でですね、なんとガズレレレッスン講座を取り入れようということになっております。4月の1ヶ月だけなんですけど、4回にわたったプログラムでございます。そのタイトルがすごい、ドーン！日本一の YouTuber が教える、絶対にどやれる魔法のウクレレレッスン講座でございます。これすごいタイトルでしょ。はい、それではですね、この内容をちょっとご紹介させていただこうと思うんですけど、まず第一に、どんな人でもあっという間にもう魔法がかかっちゃったみたいにすぐにウクレレ弾いて歌う弾き語りができる、これがコンセプトでございます。どこでこのレッスンやるかというと、幻冬舎大学にあるこのオンラインページがあります。オンラインの中のZoomでですね、オンラインでこのレッスンを、開催していくんですけど、2021年の4月の毎週土曜日午前11時から1時間、毎週やっていきます。詳しく言うと、だから4月の3日と10日と17日と24日の午前11時から1時間です。はい。これを、こうやっていこうということで、このたった4回でもう本当に魔法がかかっちゃう。この4回やるだけでもずっとです。もうこの先の人生ずっと音楽が楽しめる。そんなこと進めていきます。で、もちろんですね、これ初心者の方もちろん大歓迎ですけれども、経験者の方とか、もうすでに結構弾けるんだけどという方も、もう一回基礎の基礎から、確認したい。そんな方も、もちろん大募集です。最初のうちはもうね、もう分かりきったことばっかりになるかもしれないんですけど、だからこそもう一回見る。これも意味があるとすごく思いますし、幻冬舎大学の中で質問を受け付けているんで、次回のね、レッスンの時にその、前回来た質問をご家族答えていくとか、そういうことも、進めながらやっていきますんで、初心者の方はもちろん大歓迎だけど、経験者の人も、まあ、確認を含めもう一回じっくりやる。どっちにしろこのレッスン4回受けてもらったら、その後の人生本当にガラッと変わると思います。どなたでもできるようにしておりますので、ご安心ください。ではそのね、幻冬舎大学のガズレレ講座、この4月のね、4回のレッスンを受けるとどのくらいできるようになるのかなということで、ちょっとね、せっかくですから演奏してみましょう。まずこんな感じ。いろんな音楽好きな方がいるんですけど、基本はどんな音楽も同じなんですよ。コードを弾いて歌う、これを確認していきます。例えばですけど、こんな感じいきます。 When I find myself in time, more trouble.Memory comes to me. レッドイットビーですよ。こんなのもできるし、あとは歩こう歩こう私は元気、こんな感じで、ほら、家族とキッズと一緒にこんな一緒に歌える曲だとか、あとはちょっとね、あの渋い感じで、川の中へのようにみたいな感じの曲も、もちろんこれゆったりと奏でられることができます。今ここ押さえながらコードって言うんですけど、これをね、本当にこれ基本のコードさえ分かっていれば、ただ変えていくだけなんですよ。まあそれが難しいっていうか、そこが面白みなんですけど、ただ本当に歌ってコードを押さえて右手でこうリズムを弾く、この3つを、やろう。その音楽をウクレレで奏でるための本当の初歩の初歩の確認を進めていきます。この幻冬舎大学のガズレレ講座で取り上げる曲っていうのは、まあその基本が分かっていればいろんなものに応用できますんで、いろんなその楽曲をね、テーマ曲として一応抱えておきます。言っていくと、ハッピーバースデーだとか、乾杯、レッドイットビー、今やりましたね、日曜日よりの死者とか、踊るポンポコリンとか、花水木とか、川の流れのように、さっきちょっと名残雪とかいいですね、チェリーとかね、スピッツとか、カントリーロード、君を乗せて、ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー、こんなブルーノ・マーズの曲なんかもね、結構できちゃったりとして、その基本が分かっていれば本当にいろんな曲にトライできる。まずそこまではね、いきますんで、4回のレッスンではそこまではいきます。はい。つまり何回も言いますけど、コードっていうのを押さえて、右手でこうリズムをこうジャンジャンと弾いて歌を歌う、この3つがカッと合わさる、ここの基本のライン、ここまで立っていきましょう。はい。次はですね、この4回のガズレレ講座の中、一応どんなことをやるかって一応確認しておきましょう。ここ間違えるといけないんで、読みながら、第1回目はいきなり弾けるってことを体感する。どんな人でも弾けた、
これがまずファーストインパクト大事ですからね、ウクレレの基本のあれこれと魔法のコードシンクロ、これガズレレ見てる人だったらよくわかるんですけど、魔法のコードのグループがあります。これをちょっとずつ覚えていきます。はい、これが第1回目で、2回目は、4つのガズレレ厳選コード、これもね面白い。この4つのこの入門コードを覚えてるだけでびっくりするぐらい何万曲も弾けますからね。これをこの件の面白さをお伝えしたいと思います。いろんな曲弾きます。で、3回目はですね、いよいよそのね、基本をちょっと学んだところで、もういきなりです、皆さん弾いてみたい曲をどんどんトライしてみようと。もうこっから第3回目からどんどん好きな曲を自分で弾いて歌うんですよ。もうすごい実践型です。そして4回目となったらね、もう何するかというと、もう宿題を与える回になります。はい、たった4回でね、もうすごい勢いで弾けるっていうことなんで、3回目まででもうほんと基本のコードで弾けるってことはもうマスターできるはずなんですよ。で、第4回目ではその後はこんな弾き方できる。例えばこういう軽やかな弾き方とか、こういうしっとりした弾き方とか、いろんな表現がね、右手とかでできるようになる。これをちょっとご案内させていただいて、時間が許す限りそこのレッスンをしていこう。この4回の幻冬舎大学の講座が終わった後も、それぞれがそれぞれの好きな音楽をこう飛び立てるように、そのお土産を残してこの講座終了ということで、計4回のガズレレ講座でございます。中身は結構ね、もうほんとたっぷりですけど、ほんと何回も言いますけど、これ1回受けていただいたらその後の人生ずっとできるわけですから、これはね、ぜひ皆さん始めていただきたいと思います。そしてお値段なんですけど、ドーン、はい、1万円となっております。ぜひ皆さんご検討よろしくお願いいたします。そしてですね、この1万円なんですけど、実はね、クーポンがついておりまして、ガズのわがままいつも使ってるこのガズのわがままウクレレとか、ガズの弾きやすいウクレレ、ガズレレと G ラボがリリースしているウクレレに関して割引券がついておりますんで、もしいいなと思った方、特別セットなんかもございます。チューナーとのセットとかそういうのもありますんで、ぜひこれを機にですね、ウクレレ始めたいなと思っている方、本当ね、これを一個のきっかけにしていただけると、ありがたいかなというふうに思います。そしてあともう一点、ガズクラブっていう活動をしています。ガズレレではですね、ガズクラブっていうのはこの毎月、5曲ガズさんの手書きのノートをノート楽譜がダウンロードできるとか、もう毎朝ガズが7時からラジオ配信したりとか、毎月2回オンラインでわーっともう世界中から集まって大セッション大会をやるというね、そういう楽しいグループがあるんですよ。クラブ活動があるんです。このガズクラブの1ヶ月体験チケットも、そこに入っておりますので、ぜひね、そっちの方ね、楽しんでみてください。今ざーっと説明させていただいたんですけども、詳しくはホームページ案内がございます。リンクの方ここに貼っておきますね。あと概要欄にももちろん貼っておきますので、ちょっと詳しく読んでいただいて、いろいろ概要など確認していただいて、ぜひご検討いただき、お申し込みお待ちしております。今日はなんと幻冬舎大学の中でガズレレの講座、しかもタイトルがすごい、たった4回、絶対にたった4回でドヤれる。ちょっとね、もうドヤれるってどうかと思うんですけど、でも本当にね、嘘ではないですからね。はい、魔法のウクレレレッスン、こちらのご案内をさせていただきました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。楽しく音楽しよう。